揺れてラストナイトブルース呆れるほどのうぬぼれ屋さんあなたの胸に抱かれてたのは藤田直です。私一人じゃなかったというわけで今回のテーマはこちら、華やかに傷ついてと、ムーンライトブルースと、ターゲット。はい、今回はこちらの3作品の方を紹介していきたいと思います。華やかに傷ついて、ムーンライトブルース、まずこの2本の方を紹介させていただいてからターゲットの方に行きたいと思います。よろしくお願いします。9枚目のシングル、華やかに傷ついて、こちらが1983年9月28日に発売となっております。1曲目が華やかに傷ついて、こちらが作詞作曲飛鳥涼。2曲目、少年、こちらが作詞が松井五郎、作曲がシャゲの作品となっております。そして10枚目のシングル、ムーンライトブルース、1984年2月22日にゃんにゃんにゃん猫の日ですねに発売です。1曲目がムーンライトブルース、作詞作曲アスカ、2曲目ダーリン、作詞作曲チャゲとなっております。恋の終わりはその場限りだけでも綺麗なわけを欲しがるのです。飾れるものならば、飾れるものならば、華やかに傷ついて、何でしょう、もうあの鳥先からダダダダダって出すアスカのシングル、基本失恋なんですね。そうだよね、大体失恋、マリオネットは除こう、大体失恋ですね、マリオネットは除こう。失恋がやっぱその時代で使いやすかったテーマなんだと思います。華やかに傷ついてはですね、サビもまあ気持ちいいんですけども、どちらかといえば僕 A メロの方が好きな系統でして、あなたの顔とても歪んでる、なんやろ、このメロディーラインがねやっぱ好きなんですよね。これもだからね、だから何やろ、まあベスト版聞いて知ってる人がおるかな程度で、まあ、これも歌ってる人あんまり聞いたことはないんですけど、僕ごくたまに歌ってるかな、たまに歌いたくなる感じの曲なんですよ。少年はね歌ったことはないな、聞いてたら気持ちいいんですけどね。バイバイマイホーム、バイバイマイタウン、心は止められないのさ、オッケー、もう一度。いやもう心地いい、チャゲ節のミディアムテンポナンバーって感じです。ただね、この華やかに傷ついて、華やかに傷ついて、何やったっけ、違う、こっちか、違う、なんでこっち、あー、シャイ&アスカ4、21世紀の方に少年、は
います。華やかに傷ついて、インサイドに入ってます。なんで華やかに傷ついてなんですけども、2曲ともレコードの時のレコード時代のオリジナルアルバムには入ってません。おかしいな。前回は何北風物語とマリオネットが、両方ともオリジナルアルバムに入ってないんですよ、2枚続けてっていう話をしたのに3枚続けてでした。シングル3つ続けてオリジナルアルバムに入らんなってことあるんですね。だってこの華やかに傷ついては、華やかに傷ついてはインサイドのボーナストラックで、少年はチャギ&アスカ4、21世紀のボーナストラック。しかもなんでシングルを2つに分けるの、 CD で。どういうことだ、なんでな、1つにまとめて、誰に言うてんのか分からないけど1つにまとめて。本当に混乱したから、あれないってなったからね。北風物語、マリオネット、華やかに傷ついて、このシングル3つがオリジナルアルバムに入らなかったんですけれども、アルバムは出すと、オリジナルアルバムは出すと、ということで、だからそのレコード当時の時の、例えばこれ21世紀の中にはシングル曲ないんですね、1曲も。逆にすごいね、シングルないけどもアルバム出したよ、あのシングルの曲は入ってないけどね、でもアルバムできたから出したよと。でボーナストラックに入ってるんですけど、ボーナストラックは CD 版だけです。だからシングル買ってくれたらいいんだよっていう話ですね。で10枚目のシングル、ムーンライトブルース、これは割と有名な方のシングルかなって感じがしますね。カラオケとかで女性がよく歌ってる印象がありますね、こちらは。王道バラードですね、アスカの。まったりって感じです。お願いだから、もうアスカの甘い感じがうまーく出てる、今聞いてて気持ちいいやつですね。2曲目のダーリン、これチャゲ曲ですけども、だいぶ経ってからアスカがノノダーリンっていう曲を作るんですけども、あっちはどちらかといえばミディアムテンポなナンバーなんですけども、これはアップテンポなナンバーになってまして、ダーリンこのままグーナイト、夜の壁を突き抜け宇宙へ、そこにはまだ誰も知らない夢の世界がある。音外しましたね、まあいいでしょう。ダーリン、割とねこれはね好きでよう聞いてましたね。ただオリジナルアルバムにはレコード当時は入ってませんでしたのパターンですね。こっち違う、こっち、はい、インサイド、華やかに傷ついてとダーリンがボーナストラックで入ってます。ムーンライトブルースはね普通に入ってるアルバムだ。なんでそうカップリングを入れないの、どんどん入れてほしいんですけどね、私としてはね。まあボーナストラックで入ってくれたんで私は聴けるんですけども、レコード当時買った時にはまた入ってないってなるかもしれません。まあシングル聴けばいいじゃないかになるんですけども、なんかちょっと違うんですけどね、アルバムの流れでやっぱ聴きたいかなっていうのはあるパターンと、シングルの曲がアルバムに入って被ってるって思うパターンとあるんでしょうかね。なんか違う曲を入れなきゃいけないとかあるんですかね。僕は入ってて欲しい派です、どちらかといえば。アルバムにね、アルバムシングルの1曲目も2曲目もアルバムに入って欲しい派ですね。
何年前か忘れたんですけれども、ちょっとカラオケボックスではなくてライブバーかな、で友達とちょっと、まあ、遊びに行って、まあ他の人も歌ってるのを聞いたりするようなとこだったんですけどね。そこで、まあ、僕と友達が、まあ、チャゲアスを歌うと。で他の人がまあいろいろ歌ってるのを聞く中で、僕らがチャゲアス歌ったからなのかどうかわからないんですけども、ちょっとお姉さんがチャゲの曲を歌ってたんですね。まあそれもまさにね、これくらいの時代の涙ボーイとかダーリンとか入れはって、おお、これを歌ってる人は会ったことないぞっていうことで、僕はもう喜び勇んでアスカの方を歌うっていう感じのことがありまして、ダーリンダーリンだからね、これB メロからアスカのハモリ入るんですけど、覚えてなかった、覚えてなかったんですよ。どっかや星が見えるから夜からアスカがハモるんですけど、一緒に歌って、もうハモリじゃなくて一緒に歌った感じで なってしまったかな。魔法のランプをくすぐったらとかなるはずなんですけども、そこうまくハモれたかどうとかちょっと覚えてないっていうちょっと思い出がありますね。まあ、ちゃんとお姉さんが歌ってるので、これハモれる人なかなかおらんぞ、一緒に歌うことはできるけどハモれる人なかなかおらんぞと思って頑張ったんですけども、多分うまくハモれてなかったと思いますっていうのをちょっと思い出しました。はい、それでは3つ目の紹介になります。ターゲット、こちら11作目のシングルとなります。1984年10月25日に発売されました。1曲目がターゲット、そして2曲目がマリアバックトゥザシティの2曲となっております。1曲目が作詞作曲アスカで、2曲目マリアが作詞が松本一樹で、作曲がチャゲの曲となっております。ターゲットはですね、ちょっとダンステイストを多分入れていったのか、ちょっとその手のジャンルはちょっとよくわからないんですけども、ドゥッ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 、ちょっとまあ独特なテンポで刻んでいる感じですね。だからアップテンポな感じの曲で構成されています。感じ合えたなら二人目のインザナイ、昨日の夜をほどく夢を見るっていうね、サビ前の B メロが割とお気に入りです。そのままサビね、セイリンって入っていくんですけども、まあその B メログッとくる感じがありますね。アスカが出したシングルの中ではアップテンポなやつって、これが初めてかな、多分まあ、これまでの流れから言って、まあ大体ミディアムナンバーが多かったんですけども、ちょっと軽快な感じのリズムの方曲を出してきたっていうのは、まあチャゲはもちろんあったんですけども、アスカが出すっていうのはちょっと珍しいというか初の試みだったかもしれません。アルバムの中ではね、まあ、ちょこちょことそんな出してたんですけども、ちょっと新しい挑戦で、まあ、シングルで出してみたっていうのがちょっと感じられます。で2曲目マリア、これはもうロックですね、完全にロックですね。チャゲのロックの熱いところがガーンって出てます。 Back to City Heartbreak Journey、 まあちょっと叫びたくなるような感じの曲かと思ったら、多分今のはサビなんですけども、A メロがもうバラードになるのかな、スローな感じで、おーマリアから始まるんで、 A メロだよね、あれサビスタートで、その次それだからね、これはもう緩急をうまい具合に聞かせてます。これはチャゲのうまいところだろうなっていう感じで、そこでグーッと聞かせて、まあ、サビで爆発させるっていう感じのやつ、まあお得意とするんじゃないですかね。で
この2曲が何のオリジナルアルバムに入っているかというと、ゾーンっていうアルバム、オリジナルアルバムになんと2曲とも入っています。ゾーン、これゾーン、ゾーン、ゾーン、これにですね、4曲目にターゲット、10曲目にマリアが入ってまして、だからレコードのオリジナルアルバムの時からもう2曲とも入っていると。それでいいんだよ、それでいいのにね、もう今までもね、やっとやっと普通に入ったわと、ボーナストラックじゃないわみたいな感じでやっと入った感じです。どこでその心変わりが起きたのか全然わかんないんですけども、今回は2曲とも入ってます。ただ詳しくないんです。僕このレコード持ってないんで知らないんですけども、ウィキペディアによるとですね、アルバムバージョンとシングルバージョンは違うと、2曲とも共にアルバムとは違うミックスで CD 化はされていないということですので、このシングルのミックスはこれしかないっていう状態なんですね。知りません、持ってないので。あと持ってた時のレコードプレイヤーないので聞けません。このレコードのターゲット、お持ちの方ですね、そのゾーンに入ってるバージョンと何がどう違うのか、ミックスが違うんで、まあアレンジが違うわけじゃないと思うんですけども、まあどう違うのか若干興味はあります。まあ教えてください、どんな感じで違うのか。なんか多分コーラスが増えてるよとかそんなんじゃないとは思いますけども、なんか気になる情報やったんで、ミックスが違う言うてもね、ミックスが違うんやな、そうか、 CD 化されてないんやな、そうかになってしまうんですけども、まあ言葉で、まあ、ここが違うよみたいな感じがあればちょっと教えてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回は3作品、華やかに傷ついて、ムーンライトブルース、ターゲットの3つやらせていただきました。いつも2つなのになんで3つなの。次の都合ですね、ちょっと次はその2つのセットの方が綺麗っていう感じがちょっとありましたんで、まあ急遽ね、今回ターゲットだけや、3つやらせていただきました。まあその分内容が薄くなったかって言ったらそんなことないとは思います。普通にやってますんで。というわけで、今回は3作品ガガガッとやらせていただきました。なぜかオリジナルアルバムにレコードの時は LP の時は入ってなかったっていうシングルが立て続けにあったっていうのがちょっと衝撃的やったんですけども、 CD 化はされておりますので、全部聴けます。ちょっとあさっていかんとダメですけどね、いろんなアルバムを、それは全部言うてますんで、今順番に聴いていくチャンスです。レコードを買ってもいいです、チャンスです。はい、というわけで次の動画でお会いいたしましょう。 See ya!